アジアエクスプレスはアメリカ合衆国で生産され日本で調教された競争場シュボバ。場名の意味はアジアの超特急。主な勝ち倉は2013年の朝日杯フューチュリティステークス。父ヘニー・ヒューズは現役時代にアメリカで出走し通算10戦6勝2006年のキングズ・ビショップ・ステークスとボスバーグ・ステークスを制した。 現役引退後の2007年からアメリカとオーストラリアを往復するシャトルシュボバとなり、アジアエクスプレスはこの時期に生産された産区である。2013年からは日本の優秀スタリオンステーションに導入された。母、ランニングボブキャッツは現役時代にアメリカで出走し、通算31戦9勝、シバとダート両方の重賞を制した。本馬は 米国のカラスタットで生誕した後、2013年2月にフロリダ州で行われた OBS マーチセールで日本のノーザンファームによって23万ドルで購入される。オーナーとなった馬場幸オはこの馬に南満州鉄道で走っていたアジア号のように豪快かつパワフルな走りをしてほしいという願いを込めてアジアエクスプレスと命名したという。 2013年11月3日、東京 5R ダート1400メートルの新馬戦で、安城ウンベルトリスポリでデビュー。直線で鋭く伸びて2着オータムラブに5馬審査をつけて、デビュー戦を勝利で飾った。11月23日、安城にライアンムーアを迎え、東京 7R ダート1700メートルのオキザリス賞を7馬審査で圧勝した。 当初は12月18日開催予定の南関東、公営競馬交流重賞競争であるダートの全日本に最優秀に出走を予定していたが、除外となったため12月15日の芝の朝日杯、フューチュリティステークスへ出走することになった。2戦目に引き続き安城をライアンムーアで挑み、最後の直線で握るベルカントをかわして先頭に立つと、後続の湘南アジーブ、 ウィンフルブルームを振り切り優勝、GI 初優勝を果たした。安状のムーアは、芝でもダートでも勝てるというのは本当に、特別な馬と称えた。1984年のグレード制導入後、芝コース未経験の馬が、芝の GI 級競争で優勝したのは初めてである。3月23日のスプリングステークスが初戦として、選ばれ、戸崎啓太が手綱を取ることになった。 一番人気に支持され、中段から直線足を伸ばすがロサギガンティアの二着に敗れた。続く、サツキショーでは五番人気に押された。積極果敢にウィンフルブルームの二番手でレースを進めるが、直線では最後まで食い下がって三着に粘った、ウィンフルブルームとは対照的に手応えが怪しくなりイスラボニータの六着に敗れた。レース後、陣営はダート路線に再転向を示唆した。 ダート再転候の初戦は6月22日のユニコーンステークス。1.3倍の断然人気を背負いながら、直線全く手応えなく12着に沈んだ。休養を挟んで出走した8月10日のレパードステークスでは、前走大敗ながらも一番人気に押されると、期待に応えて2着の暗いスマイルに三橋に1、2差をつけて圧勝し、復活を果たした。 その後、左前頭骨炎炭骨折が判明。復帰まで4ヶ月かかる見通しのため、年内は休養に入った。2015年3月26日の名古屋大商店で復帰し、逃げた名称コロンボを直線で追い込んだが届かず2着に、敗れた。4月18日のアンタレスステークスでは花を奪ったが、直線でクリノスター王との競り合いに敗れ2着となった。 5月の平安ステークスは、インカンテーションの5着に終わる。休養を挟み、8月の BSN 賞に出走するも4着に、敗れる。その後、客部不安で1年3ヶ月休養した。2016年11月20日の福島、民友カップで復帰するも15着と、新んり負けを喫した。そして12月9日付で競争場登録を抹消し、現役を引退。 北海道ニーカップ町の優秀スタリオンステーションにて、種ボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチに基づく。引退後は、種ボバとなり、優秀スタリオンステーションで、つなぎをされる。2020年に少年度産区がデビュー。6月30日、門別競馬場の2歳未勝利戦で、ソロユニットが2戦目で勝ち上がり、これが、 3区の初勝利となった。8月27日、門別競馬場で行われたリリーカップでソロユニットが勝利し、3区の重賞初制覇となった。ありがとうございます。